ワイニーと、パッパとマグマがワイを施設にぶち込む密談をしているのを聞いてしまう。パッパ、入れへんか？施設。マグマ、お金かかるんじゃない？今より安く済むなら入れようか。ワイ戦慄する。されへんだけマシ。まあしゃあない。打倒。元気でな。ええんか？バイトするアピールしとけ。よっしゃー。ほな、また。プリズンブレイクみたいに脱出したろかな。働け。毎月5万はかかるでああいう施設。どんな金の使い方しとるんや君。野球見れなくなるん嫌なんじゃ。行くべきは施設ではなく精神科やぞ。手を打つなら早めや。年取るごとにどんどん積むからな。頑張れ。間違いなく施設の方が高いで。俺が厚生施設のドキュンおじさんに頼んで、部屋から連れ出すシリーズ好き。夕方のニュース番組の。わい、1ヶ月ネット代5500円、飯代2万、光熱費約4000円ぐらいか？グッバイスレ主。施設入るくらいなら、働いた方がマシっていう発想にならないのか？施設より金かかるニートってなんなん？お小遣いでももらってるのか？施設5万するんか？じゃあ入れられへんわ。まあ親もこくつぶしにいつ、されるかビクビクするより、そっちの方が安心して暮らせるやろ。わいも留学するか500万やるから投資の勉強するか、どっちか選べと言われて泣きそう。めんどくさいんを。働けよ。最近脱ニートしたけど毎日が充実してるわ。精神的負担も入れたら余裕で施設行きやで、頑張りや。食費2万とか、ニートのくせに何食ってるんや。昼飯出るから、夜飯代500円プラスおやつお小遣い代5000円や。ちなわい今年で33や。いいな。うちのクソニート弟もぶち込みたいわ。値段高くても、息子の更生を願ってぶっ込まれる可能性は高いで。まあ虐待おじさん出てきても、ワイの筋肉でイチコロよ。33ニートってマジか。ジェロムレバンナの攻撃に耐える自信はあるで。そういうパワー系ニート外事を、確実に連行していくプロに勝てるんかすれぬし。CQC はネットで勉強したで。施設入れられたことあるでー。半年間合宿所みたいなとこで、共同キッチン相部屋生活やった。ネット禁止でスマホも持ち込み禁止やったで。ボランティアと称して地域のゴミ拾い、農家の収穫の手伝い、工場での体験風バイトとかやったで。具体的な金額はようわからんが、150万ぐらいかかってそうやで。ちな今もニート。くさ、マジで意味ないやん。くさ、まあ長年積み重ねた問題を、そのままにした結果そうなったもんを、赤の他人が短期間で直せるわけないわな。ワイトパッパ阪神ファンやけど、いつしか一緒に応援しなくなったな。また一緒にテレビ見たいんを。泣ける。働かなくても、親が養ってくれる人はええなマジで。ほんまにな、ニートできる環境とか羨ましいわ。なんでこんな奴が生きられる、クソな国になってしまったんだろうな。欧米も似たようなもんやで、向こうの方がひどいらしいし。勝ち組ですまん、ニートだけど、親との会話回避して3年経つわ。短期移行や、50万渡されて、これがお前にやる最後の金だ言われるよりマシだろ。行きたくないなら、働けや。プレハブ小屋に軟禁するのが一番コスパいいと思うわ。食い物は1日食パン1枚。うんこ製造機、いいな、うんこそのもの。スレは以上で終わっていました。お次は2022年の11月14日に建てられたスレをご紹介します。秘宝、ワイニート、親にニート構成施設に連行される模様。絶対行かないけど、行ったとしても理論武装完璧だし、働くことには絶対にならないだろうな。そうか、どういう理論なん？産むという行為には、子供の一生を保障するという責任がある。それ、さすがスレ主、わかっとる。そんなんないぞ。まだ痛い親が悪いわな。どうせ勝手に産んどいて放任すんな、最後まで面倒見ろ、ケイ。そうだけど、何回もこの話題ですれ立てたけど、まともな否定をされたことないわ。否定せんのは、否定する必要がないからやろ。こんなすれ立てるやつに、何言っても無駄だしな。無駄やまげんしな。一回自分がクソ袋やと認めんと、構成すんの無理やし。あまりにもめちゃくちゃな、クソみたいな否定だったってこと。わい、ニートは脳の病気や、勝手に障害者産んだんやから、沼で面倒見ろ。ま、でも私が、だらどうするの。わい、ほならわいも、ぬからええ、生まれてきたくもなかったし、生きていたくもないしな、勝手に産まされてええ迷惑や。これで解決するで。こういうこと言ってるやつ知り合いにいたけど、親、だら結局じ、できんかったやで。ガキを勝手に産む親に責任がある。最高の遺伝子を厳選したか、しとらんやろ。適当な相手見つけてせ、すしたやろ。クソ遺伝子引き継いだ子を産むとか、虐待やゴミが、されんだけありがたいと思え。この虐待野郎が。ダウン症のガキ産んで、途中で捨てる親はおらんやろ。ニートもダウン症も一緒や、社会の一員になれん。親が面倒見ろ。こういうやつのために、引きこもり追い出し業者がおるんやな。ニートを脱出できるチャンスだ。行ってこい。まったく同じ考えだけど、親死んだ後に自、する勇気ないから、諦めて外事施設通ってるわ。今、で、親の負担を少しでも減らそうとかは思わないんか？親が望んで産んだんや、親の負担減らすとか意味わからん。せ、すしたら出てきただけやぞ。早く、出てくれ。避妊戦やったら妊娠するなんて、アホでもわかるやろ、お前以外は。
行動には責任が伴う。こんな理屈アホでもわかるやろ。お前以外は。お前以外は、お前の両親がかわいそうだと思ってるぞ。ニートはなるべくしてニートになっとる。ちょうど A 値に収まっとるんや。別に追い出すのも親の自由やが、何するかわからんで。ニートじゃなくなったら怪物になるかもな。ひひ。あれ無駄や。ワイも若者職業サポートセンターみたいなとこ行ったけど、根性論言われて、百社面接受けろ言われただけやったし。隣のおっさん職員は、外見ながらチャス吸ってたし。税金の無駄や。実質警備は所詮脆弱。道場すぐ陥落するで。守るようなもんないし、どうでもええわ。まあええんやで、好きにしたらええ。ニートっちゅうのは、働かない代わりに、労働していられるものを全て捨ててるってことや。労働していられるものってのは、仕事が楽しいとかそんな意味ではないからな、一応。得られるものが大したことないから、ニートしとるんやボケが。はよ働きに行けや社畜が。ええ、なんでそんなに怒っとるの。結構前から、ちょくちょくニートの正しさを得すれ立ててるけど、だんだんとわかるやつが増えてきたな。今はそれでいいけど親御さん、くなった後どうするつもりなんや。お前みたいな生ゴミ、誰ももらってくれないぞ。ニートって天の弱で寂しがりが多いから。まあ外事なら外事として生きていけばええやん。誰も文句言わんで。ってほかっといたら怒るんだよな。生産者責任はあるよな。社会の負債はちゃんと処分してほしい。生きてる間に突かヨットにでもぶち込んで、処分しといてほしいよな。よかったこんな人間にならなくて。ニートさん短気すぎない？ニートの人って、働くのはアホのやること、とか思っとるんやろ？そやわいやって働きたくないよ。でもアホやから、働かないと生きていけないねん。ニートさんは働かなくても生きていける、わいらより上の人間なんやから、広い心を持とうや。裕福な人ってみんな優しいで。お前国語偏差値いくつやったんや、こんなことは誰も一言も言っとらんやろ。産んだ親が最後まで面倒見ろって言っとるだけや、それが責任や。はぁ、そういう思考なんやな。なるほどな。考え方は人それぞれやからええんやけども。例えば親が責任放棄した場合はどうすんの？生活保護？子供ガチャを外れ引いたんや。親が責任取るべきやで。産んだ責任は親にあるし、処分する責任も親にあるやで。そんな働きたくないなら、腕とか足とか切り落とせばええやん。外事手帳ももらえるやろし。そこまでする覚悟あるなら、そもそもし、選んでると思う。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2023年の9月に建てられたスレをご紹介します。秘宝、ワイニート、今から近所のサポートステーションとかいう就労支援施設へ向かう。仕事しなきゃ生きていけないのが憎い。日本、ね。辛いよ。苦しいよ。遅刻しそうやし。う？そういう施設って、どうやって行くことになるんや？病院とかが紹介してくれんの？ワイは近所の、発達障害の社会復帰の NPO みたいなとこから紹介された。別に誰でも行ける。A 型？生活保護でええやん。初めてやからよくわからん。作業所とかとは違う。ただ相談に行くだけ。生活保護な。親戚に電話とか行くんやろ。未だに薄いプライドがある。20歳やし受給もむずいかも。したい。いつの時代やねん。親戚なんかに連絡行かせんぞ。扶養できるかとか聞かれるんやないん。頑張って。ぷゆーん。サポステはお話しするだけで何の意味もないぞ。そうなの？まずはここからって勧められたんやけど。今向かってる電車なんやが、ホームドアついてなかったら飛んでたわ。自分のこと洗いざらい聞かれて答えるだけの、ただのカウンセリングやで。結局自分がこの先何したいか意思がないと、何も先に進まず帰宅するだけやから注意や。意思なくて草、終わりやね。日本、ネとか言うてますけど、自己責任だよね。ワイはある程度社会が悪いと思っとる。あと自己責任やとしても、それはこの特性を遺伝させた両親のせいなので。努力しない言い訳してるだけやね。まあもうなんでもいいよ。ハロは言ってもろくな仕事ないんやろ。一つあるのは、パソコンとかでできる在宅勤務がしたい。給料とかは最低限生活できればいい。無理か？ちな役に立つかどうかわからんけど、基本情報技術者試験みたいなのの勉強してる。科目 A は教本の9割くらいまでやったで。君よりひどい環境で生まれ育った人は、みんな君みたいにニートになってるんか？ゴミニートはとっとと消えろよ。すまんな。似たい？わい常に心すさんでるのや。てか10時からとか説明会やるのに、着くまであと20分はかかりそうで草。就職支援してもらえるだけマシやろ。それなかったらお前ほんまに、出るで。なおその就労支援も、してもらえるか危うい模様。不登校だった高卒の就労向けだろ。パソナと提携してて、派遣につなげるのが多い。不登校だった高卒なんだが、一応大学在学中やが、不登校やし辞めるつもりや。派遣か。肉体労働？何時ですれ立てちゃうくらいには余裕ある模様。これな、余裕ないから立ててるねん。在宅で働きたいです、先生。サポステに行っても、働く意思がないと意味ないで。親元を離れようという気はある。今すぐにしたい。ニートちゃうやんけ、甘えるな。ニートや、会ってないようなもんや。意外と早く着きそう。遅刻は15分くらいか。もう嫌や。大手でリモート進んでる企業は在宅できるけど、どうせ派遣労働になるだろうから無理やで。そもそも君は客先常駐や。しようかな。若いならいくらでも取り返しつくやんけ。
甘えんなクソガキ。Y の中身に問題がありすぎて、取り返しも何もないんだよな。そういうとこって土日祝休みじゃないの？メールしたらなんかこの日に来いって言われたから、やってるんじゃね。知らんけど、助けてくれ。職場の同僚にいじめられたり、上司にぶん殴られたりするよ。やだ、働くってそういうことだからね。うつ病の診断もらって、録音して裁判起こせばボーナスゲットやん。Y の社会不適合度を示すデータ。今までいた友達、1人。今連絡取れる友達、0人。Y 元ニート。生ポもらいたくてむせび泣く。どうせブサイクで結婚せえへんし、手ぶしょうやから金もかからんし、生ポのが人生楽しめるんごねえ。Y も生ポやで。2級か3狙ってる。生ポなろうかな。何一つ娯楽に手を出さなければ、無理なく生活できるやろ。つか娯楽も、ネット、ソシャゲ、アニメ、ゲーム趣味ならガチで生ポで余裕やわ。サブスク入っとけば、月5000円もあればやることに困らん。スレヌシいくつや？20代なら余裕で逆転可能や。20や。土日にやるもんなん。今調べたらむしろあれや、月1で、第2土曜日だけやってる見学会に行くっぽい。っていうか働いてたやつなら、毎月10万ずつくらい数ヶ月かけて抜けば、タンス貯金してても調べられん。通帳が5万切ったタイミングで福祉課に号や。Y はやってないですよ福祉課さん。Y ギリ県が、健常者の中で安月給で無能扱いされながらも、必死で耐えとるのにさ。ガチ賞が生ポもらったら、Y の下誰もおらんやんけ。ガチ賞よりは能力あるのに理不尽や。それは仕事とは言わないですよ。職業訓練。知ってるで。仕事とは一言も書いてないやろ。仕事しなきゃ言うとるやん。今日仕事するとは言ってないやろ。職業訓練するとして、その先の仕事って意味や。勘弁してくれ。20で働き始めるとか早すぎん。まだまだ親のすね余裕あるやろ。自責のねんな。今の服装は？特定しそうやん。怖い。発達障害って生きるの楽しそうでいいな。いざとなれば障害年金や生活保護あるし、劣等遺伝子残さないように子供作れないことくらいしか、デメリットがない。Y はギリケンやが、同じデメリット抱えつつ、無能扱いされながら働いとるで。生ポ欲しいんごー。働きたくないんごー。Y の父とマッマは、多分発達障害の気質が少しあったんや。やけど、生きていくのに支障が出るほどの発言はしなかったんや。もう嫌や。働きたくないんご。ごねえ。マジで Y は働くのに向いてなさすぎるんや。バイトも、軽作業と宴会場やってたけど、前者は2日、後者は5日くらいやって、ドタキャンして辞めた。Y は外事や。なんで人間社会はこんな理不尽なんや。弱者に下駄吐かせたら、微弱者が最底辺になるやんか。自然界なら完全な実力主義で、立場は逆やろ。理不尽や。日本はそういう社会や。発達障害とか言うてますけど、診断書はあるの？甘えてる言い訳を、発達障害ということにしたいだけだよね。ASD なら、Y も発達障害っぽいけど、診断書もらったらもう健常者として働くと虚偽申請になるから、意地でも医者にはいかん。ギリ県にもプライドがあるんや。医者に行くときは、仕事辞めて、沼へや。仕事？作業所なんて作業すらろくにやらんで、本能のまま動き回ってるだけやろ？作業所とはちゃうで。なんか電車止まってる。遅刻は20分くらいになりそうや。今の仕事、納期に間に合わんごー。すまんな上司。でも Y のせいやない、割り込み案件入れてくる上司のせいや。10時からの見学会で、30分程度を予定しています。って言って、着くのが10時20分ってどやねん。ああ。電話でまず謝って、遅延証明もらえばセーフやろ、その流れなら。彼女も友達もおらんし、人生虚無んごねえ。かといって仕事人間になれるほど真面目でもない。まともに働けてるだけではよりは上や。まだ若いから余裕で成り上がれるで。Y は脱ニート25や。何が根本的に苦しいかって、働いて金稼ぐ意味がないんや。自分のことで常に頭の中精いっぱいやから、人間関係作るとかもないし、ろくな趣味もない。インターネットがやれて寝る環境さえあったら、ずっとそこで、お待つのでいいんや。マジで生ポでよくね。大学行かんのはなんでや。人間関係がきつくなった。同年代の人がとにかく苦手っていうのと、固定の人間関係が常にあるのが苦手なんや。こんなんで働けるかも怪しくてくさ。ちな高校の時も、同じ理由で不登校になっとる。サポステはいいところやで。就職先も親身になって探してくれる。世の中ぶん殴って解決する世界なら、もっと Y は上におったやろな。現代の人間社会は Y には合ってない。あとあれやな、働かなきゃいけない理由として。親が、学生の間は養う、それ以降は出て行ってほしい、って言っとる。当然やな。おっちゃんは間違ってないな。甘やかせておいておくと中年ニートになるから、痛みを伴ってでも外に放り出す方が、将来を考えるならええわ。好きそうや。スレ主も頑張れや。ありがとう。まあまだなんとでもなる年なんやし、そんなに気負わずに、サポ戦ゆるく言ってくればええんやで。リハビリみたいなもんで、ちょっとずつ鳴らしていくんや。ちな底辺中卒元ニート。スレはこの辺りで終わっていました。ニートになるのはもちろん本人の問題であるのでしょうが、周囲の環境も大きな要因なのでしょうね。皆さんはニートはどうすればいいと思いますか？